たけるくん、めいちゃん、可愛くて華やかな小物を作るオーダーが入ったわ。はい、大物先輩。商品開発にはこのレゴドッツを使っていくわよ。おお。これはクリエイティブデザインボックスよ。すごいっすね、ママ先輩。驚くのはまだ早いわ。このいろいろいっぱいドッツセットも使っていくわよ。これを使うと色とりどりのタイルが入っているから、さらにカラフルに作れるのよ。さすがママ先輩。っていうか、レゴドッツいけてる。ママ先輩、レゴドッツって何ですか？レゴドッツはね、いろいろなカラーや柄のタイルを組み合わせてモザイクアートのように作って遊べる商品なの。既存のレゴとも互換性があるので、アイデア次第では無限大に作品が作れるのよ。そう、アイデアは無限大。大切なのは情熱とイマジネーションよ。暑いっすね、今日もママ先輩。さあ、みんなでアイデアを出し合ってイケてる小物を作るわよ。おー、早速開けてみよう。うん。さて、今日は華やかで可愛い小物がテーマだから、どんなのがいいかな。小学生女子はだんだんおしゃれに興味が湧くから、あ、アクセサリーケースはどうかな。いいね、さすがめい。でもおしゃれも大事だけど、勉強も頑張らなくちゃ。っていうと、勉強が楽しくなるようなおしゃれなペン立てとかはどう？いいね、おしゃれなペン立てってなかなかないのよね。イエイ、さすが俺。ニーニー、自分で言っちゃってるよ。じゃあ早速作ってみよう。あ、そして大切なのは自分らしさ。説明書もあって分かりやすく作り方が載ってるよ。本当だ、本当だ。楽しい。ねえ、見て見て見て、このタイルの組み合わせで、ほら、ハートにもなったりするんだよ。すげえ。じゃーん、ペン立てになっちゃう。もうこれでさっき作ったハートを貼ればもう可愛くできちゃうじゃん。よいしょ。これはできた。いい感じだよ。引き出し完成。これをあともう一個作るだけです。アルファベットのタイルもあるから名前を入れることができるね。タケメイ、わあ、かわいい。できた。あとはデコレーションするだけ。はい、華やかで可愛い小物が出来上がりました。できました。みんなどう？どう？どう？ママのはついついペンが取りたくなっちゃう映え映えのペン立て。メイのはアクセサリーケースを作ったんだけど、カラーが大人っぽくして雲をつけてちょっと可愛らしさを出してみたよ。僕の遊び心を大事にした見ればわかるけどメガネです。そしてこっちはメイの部屋に行ってからの楽しみ。じゃあメイの部屋に行ってみよう。行ってみようか。行こう行こう。みんな持って持って、さあ飾ってみよう。おー、
これでメイのサングラスコレクションに仲間入りだね。我ながら上手にできてる。さすが俺。ニーニーまた言ってるよ。でもニーニー可愛くできたね。次にメイのアクセサリーケースにアクセサリーを入れるよ。メイの大事なネックレスを入れるよ。大事なものもバッチリ入るね。さあ次はママのバイバイペン立て。早速文房具入れてみようか。うん。わあ、素敵にできたね。ニーニー、これは何？これはタケメイストーリーのウォールアート。メイ、これからも YouTube 頑張ろうね。うん、頑張る。わあ、壁にかけられるようになってるんだね。でも今日作ったものって誰かからのオーダーなんでしょ？たけるくん、めいちゃん、可愛くて華やかな小物を作るオーダーが入ったわ。はい、大物先輩。実は今回のオーダーはママとたけるくんがめいちゃんに向けて考えた企画なの。そう、なんていうかサプライズってやつだよ。嬉しい。みんなも大好きな色やアイデアでレゴドッツを使って世界に一つだけの小物作り楽しんでみてね。楽しんでみてね。せーの、バイバーイ。